どうもこんにちは、ヨージーです。今日はですね、久々に作ったんで、このオリジナルじゃないか、TT シートっていうね、シートの商品紹介をしようかなと思います。とよく見る、最近よく見ると思うんですよ、カスタムシートをつけてるバイクにね、カスタムバイクに。50年代から70年代ぐらいまでかな、アメリカのベイツっていうレザー屋さん、ライダース作ったり、グローブね作ったりしてたメーカーが、まあ、バイクのシートも作ってて、作ってた、シートの TT シートタイプっていう、シリーズものというかね、形なんですよ。これ後ろがねちょっととんがってるのが特徴的。まあアメリカでもそうなのかな。当時物はものすごい値段で取引されてます。デッドストックみたいなやつだと、このタイプでなんか15万とか20万とかするやつがありますね。うちで作ってる、こう四角いピリオンパッドとソロシートも、あれもまあベイツのスタイルのやつなんですけど、以前ね、お客さんでこの方を、リペアしてほしいって言われて持ってきてくれた方がいたんですけど、そういうね、相場価格の話とか聞いて、プリカ作った方がいいんじゃねえかっていう話をして、ね、お客さんにまあ型取り用に本物のシートベースを借りて作ったのが、このうちのオリジナルのシートのこのベース。まあ当時物から型を起こしてて、詳しい人の話だと、なんかこの幅が一番狭いスポーツタイプっていうやつらしい。一番ちっちゃいタイプの TT シートってことで、ここに何度か僕も、本物リペアしてるんですけど、ここがねもっと幅広いやつもあって、なんかデザートタイプって言ったかな、まあいろいろ種類があるんですけど、これはその一番小型の TT シートです。ベイツ当然ね、レザーの、まあ、会社なんで、作ってる製品はほとんどが、本革です。でたまに合皮のね TT シートもいるんですけど、ほぼ本革。最近の革っていうのは結構中までね色が入ってて、まあ、例えば黒だったら黒で一回染めて、で、表面例えば塗装して顔料拭きのやつとか、まあ、染めっぱなしのやつもあるんですけど、でね、当時物って顔料なんですよ。車の塗装と一緒で、革の表面に塗装してあるのが顔料、色を染めつけちゃうのはまあ染料になるんですけど、で当時のベイツタイプのシートは、みんな顔料拭きの本革を使ってて、中がね茶色のままなんですよね。これも顔料拭きの革なんですけど、こういう風に、まあ、芯まで染まってないとか芯に色が入ってないとかっていう言い方をするんですけど、でこいつはまあいろいろ革屋さん当たって、まあ、当時っぽい雰囲気の革を探した結果、本当は牛で作りたかったんですけど、牛革で顔料拭きのこの、まあ、茶芯っていうんですけどね、中が芯が茶色いの茶芯っていうんですけど、写真の本革が見つかんなくて、馬革なんですよ。これ馬革のヴィンテージ加工してある革なんで、でこれ顔料拭きなんで、まあこう例えば引っ掛け傷がついたりとか、出てよく擦れるね、こう足がよく擦れるとことかは、上の顔料、黒い顔料が飛んで削れたりとかして、下のこう茶色が出てくるんですよ。でそれがすごくね、ヴィンテージのこういう雰囲気のシートには、まあ、ぴったりで、なのでまあちょっとね、どれぐらい乗ったら経年変化するかっていうのは僕もよくわかんないです、正直。これ付け出してまだ10年も経ってないんで、どれぐらい乗ったらとかはねちょっとわかんないですけど、一応そういう、そういう風に化ける可能性を秘めた革です。こだわりポイントがこの裏側の、表皮の固定なんですけど、まあ当時物もねこうやってネジとワッシャーで留められてるんですけど、ワッシャーがちょっと肝で、当時のベイツで、ワッシャーがねプレスのこうプレスしてね、型で薄い鉄板を打ち抜いたワッシャーを使ってて、こう見えるかな、これ内側がねえぐれてますよね。これが日本では手に入んなかったですね。日本国内で製造してるメーカーが見つかんなくて、でこれうちで使ってるのはイギリス製の、装飾ワッシャーです。古いタイプの車ってドアパネルがネジで止まってたりとか、あとなんだ、フロアマットとかカーペットがこうずれないようにね、こうやって人ってネジで止まってるんですよ。なんでこれは装飾ワッシャーっていうぐらいで、こう見えても一応いいワッシャーで、これに、こういうね
皿型なんだけど頭がちょっと丸いね、丸いですよね、丸いネジで当時のベイツも止まってます。これでこうはめるとこのワッシャーのくぼみにピタッとこうネジが入ってこうちょっと頭出るっていうね、なんかヴィンテージスタイルになる。本当はねよく言うとこのネジもプラス、これはねプラスのポジトラクションなんですけど、まあマイナスが多いんですよ本来は。でプラスのベイツもあるはあるんですけど、まあマイナスの方が、雰囲気はいいんですけど、このタイプでマイナスをもうね作らなくなっちゃって、私は一応舐めるのも嫌なんでねプラス使ってるんですけど、まあマイナスはまだ水回り用のネジとかね結構マイナスですよね。あれはなんかホコリがたまんないようにプラスじゃなくてマイナス使ってるっていうのを聞いたことあるんですけど、ホコリとかまあ水が溜まったりしてね劣化しないように。なんでマイナスはもしかしたらどっかネジ屋さん探せばあるかもしれないですね。でピカピカが嫌な方は一回外してバーナーで炙って酸化させてください。あのちょっとヴィンテージライクな風合い の出るやり方なんで、オイルつけて焼いた人もいたかなお客さんに、うん、そうするとなんかちょっと黒くなったりとかねするんで、このピカピカが嫌な人はそういうことやってます。このシート鉄板の厚さも当時物と同じ厚さで作ってて薄いんですよ当時物のベイツって。でなんでだっていう話なんですけど、もともとねこのシート汎用品で世に生まれてきてて、要はその自分のバイクに合わせて勝手にこう曲げろよと、ここの角度を。だから例えばフェンダーここ当たっちゃうんだったらここをねこうフェンダーかわす角度にここを曲げてで取り付けなさいっていう、結構ねあのワイルドなシートなんですよこれ。桃とかでこうやってグンってやるとこれもう曲がります、曲がっちゃいます。上げっぱなしだとやっぱり弱いんですよ。でまあこう共振する場所から亀裂入ったりする可能性もあるんで、取り付けの際はこの裏にねできればこう開いたとかを溶接してもこの角度キープするように補強を入れた方がいいです。まあ中にはねこう水平基調のバイク、まあ、SR とか W650 とかトライアンフ、あの辺のあの雰囲気のバイクにこのままポンで乗せる人もいます。でフレームにこの辺がちゃんと触れてればそこにもうゴムのこういうなんか椅子の足の先っぽみたいな感じのねクッションみたいなの入れてあげればピタってねこうこの辺が乗っかってれば大丈夫なんですけど、危険なのはあのチョッパー系の方、リジットフレームフェンダーみたいなののこの辺にこの TT シートをこうちょっと浮かした感じでねつけてる人いるんです。もう補強入れないと、折れると思います、折れちゃいますきっと。なのでまあこの三角ゾーンにねこうグキッて曲げてつけたい場合は結構、一度表皮とかを外してまあウレタンのままだったら大丈夫だと思います。で表皮外して、ゴキッとね曲げてで下に補強バーを入れてからシートかぶせるっていう感じにしてください。で当然ねベース曲げちゃうとシートのこの形が変わるんで表皮がうまくかぶさらない可能性も出てきたりするんで、まあ、もしやる場合はちょっとこう様子見ながら、失敗が怖いっていう方は先にこのベースを、うちの店から発送するんでそれを加工してもらって取り付け補強、確認した後で送り返してもらえればそれに合わせてウレタン作って、表皮も作ります。ただその無理くりつけた感じがねかっこいい場合もあったりするんで、どういうスタイルをねこう目指すかで段取りがね変わってくるので、もしこのシートね検討されてる方いたら、ご相談いただければと思います。そんなわけで、シート、自動車内装に関する、質問とか、あと前回アップした動画みたいなワークショップに関してね、もし質問とかありましたら、メールコメントをいただければと思いますんで、でもしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。